サスケさんですか。やっていきましょう。はい、皆さんこんにちは。ギリギリイクメンことギリメンヨッピーです。今日はですね、滋賀県湖南市にある十二坊温泉ファミリーキャンプ場へやってまいりました。はい、ということでね、こちらのキャンプ場、約1年ぶりぐらいのキャンプ場ということでね、ずっと来たかった人気のキャンプ場でございます。で、どうやら名前も十二坊温泉ファミリーキャンプ場とね、改名されたそうで、よりファミリー向けのキャンプ場に変化したんではないかなと思っております。そして道のりなんですが、道中ですね、特に狭い道もなく、キャンピングカー等も OK ですね。ぼっちゃんにゃうにゃう、電波も良好でございます。それでは早速チェックインの方やっていきましょう。はい、サイトの方到着いたしました。本日のサイトですね、 B の5番電源付きでございますね。はい、こちらですね、角のサイトになるんですが、若干見てもらったら分かる通り変形サイトとなっております。で、計測してみましたら、横ですね 8m、 縦 8m ということで、公式表記 9×8 ということやったんですけれども、まあおよそ横幅 8m 取れるかなっていうところで、奥の方やったらね 9m ぐらい取れそうな感じですね。そしてまあこちらのキャンプ場はですね、もうとにかく温泉がすぐということでね、うちの場合もうこの目の前の階段を上がればすぐ温泉にインすることができますね。そして今日はね、なかなかあったかいですね。まあ、風はね多少冷たいんですが、なかなか心地いいキャンプ日和じゃないでしょうか。ちなみにこちらのキャンプ場ですね、アーリーチェックインがね無料ということで、サイトさえ空いてれば10時からねチェックインすることが可能というね、なかなか嬉しいサービスでございます。それではね、早速スカイパイロット設営やっていきましょう。はい、設営完了いたしました。このような感じになりましたね。スカイパイロット TC ね、十分設営することができました。そして前はね結構余裕があるので、ゆったりキャンプできそうですね。そしてまあ 8×8 の中に車を入れ込むわけじゃないんですよ。車はね別で駐車スペースが確保されておりますので、まあ、実際のところはね 8×10 ぐらいのサイトぐらいかなっていうところでございます。はい、サイトの土の状態ですね、かなり固めじゃないかなと思います。まあ、ステンレスハンマーやったんで、僕は悠々と打ち込むことはできたんですが、まあ、女性の力やとね、かなり頑張らないと入っていかないような感じですね。ただ固定力は抜群ですね。そしてまあ土サイトなんですが、少し小石が目立つようなサイト状態でございますね。やっぱりスカイパイロットね、今日は結構ピーンと晴れたんで、いい感じじゃないかなと思います。それではね、キャンプ場の紹介やっていきましょう。はい、それではね、キャンプ場の紹介をやっていこうかなと思います。今歩いてるのは場内への入り口ですね。この緩やかな坂を降りていくとキャンプサイトが広がっております。サイトの種類は A サイト、B サイト、S サイト、そしてキャビンとね、4種類ありまして、まずこの道沿いに見えてくるのは A サイトの1番から7番で、4番サイトはないようですね。 A サイトは公式表記 8m×10m の80平米ということで、 B サイトの72平米よりほんの気持ち大きいサイトとなっております。こちら側のサイトには木が立っておりますが、まあそれほど邪魔になるような位置ではなさそうです。 A サイトももちろん車は別のサイトサイズとなっておりますので、広さとしては十分ですね。このブロックで区切られているところですね、こちらが駐車スペースとなっている感じです。なので駐車位置は固定のサイトとなっておりますね。そして隣との目隠しなどはなく、ズドンと開けたキャンプサイトとなっておりまして、道を挟んで左にあるのがうちが宿泊する B サイト。パッと見の印象としましては A と B を見比べても大きな違いはなさそうですね。で、こちら内側に並ぶのが A サイトの5番から7番サイトですね。こっちの方には木などはサイト内に立っていないので、形状としましても設営しやすそうで、広さも十分大型ツールームに対応している感じですね。そして A サイトには一つだけ独立サイトがありまして、それが奥に見えている A 9番サイトですね。公式表記としては車別の 5m×10m の50平米ということで、かなりコンパクトなサイズなんですが、場内の端に独立しているので、まあ、プライベート感ということで選択される方はいそうですね。ただ幅が 5m ですからね、大型タープはサイズ的に厳しいですし、大型ツールームも外ロープを入れるとギリギリのサイズ感でございます。で、車はこちらのサイト横に駐車できるっていうことですね。
はい、それでは次に A サイトの真横に位置する B サイトですね。スカパが立っているのが B5 番ということで、場所的には一番左奥のサイトとなっておりますね。 B サイトも同様に2列に並ぶキャンプサイトとなっておりまして、傾斜などのないほぼ正方形サイトなので設営はしやすいですね。 B サイトは A サイトよりほんの少しだけ狭いということなんですが、まあどこのサイトであっても8メートルは取れると思うので、大型ツールームは基本設営することができますね。そして B4 番の前に見えている小屋、あれがキャビン付きのサイトですね。キャビンプラス小型のテントサイトが付いておるんですが、テントサイズ的にはね、テントを張るというよりはバーベキュースペースといった感じですかね。はい、サイトの奥に流し台ございますね。流し台はこちら1箇所ということで、口数としてはね、サイト数から考えると多くはないんですが、お湯は出ますね。そして流し台の奥にはさらにキャビンが並んでおりますね。こちらキャビンの6番なんですが、サイトに柵がついておりますね。ただ大型テントは無理そうなので、やはりバーベキュースペースにするのが良さそうです。はい、そしてキャンプ場の一番奥に自販機と、そしてトイレですね、ございます。トイレは綺麗なウォシュレットのついた洋式トイレですね。まあコンパクトなトイレですけどね、使いやすいんじゃないかなと思います。はい、そしてトイレの目の前にはですね、輪投げが置かれておりまして、まあこちらのキャンプ場ですね、遊具等はないんですが、まあこのように炊事棟の前がですね、結構広い広場になっておりますので、まあここでね、子供たちと遊ぶこともできますね。それでは次に S サイトですね。こちらは山側に沿って並んでいるサイトで、実は S サイトにも指定サイトがありまして、それがこちらの S4 番サイトですね。パッと見た感じでは少し縦長のサイトですが、サイズが 7×14m ということで、表記では場内で一番大きいサイトとなります。 S サイトは木陰が多いので夏には良さそうですね。ちなみに S サイトのサイズ表記は 7m×7m なので、結構コンパクトなサイトですね。冬場は日当たりが悪いとテントが乾燥撤収できないので、季節によって選択したいエリアですね。マリエ行け、マリエ。はい、それでは分かりやすくキャンプ場を上から見てみましょう。こうやって一望できるぐらいコンパクトなキャンプ場となっております。まず左側が A サイトですね。そして山沿いにあるのが S サイトで、スカイパイロット TC を張っているうちのサイトが B サイトになりますね。右側には炊事場やトイレ、キャビンが並んでおります。そしてこの階段の上には温泉がすぐありまして、なんと屋内プールもあるんですね。どうやら冬季は営業されていないような感じでございました。登ってんの？ということでキャンプ場は以上ですね。まあ、なかなか安心感のあるファミリーぴったりのキャンプ場でございますね。オレンジ帽子。はい、今日もねキャンプが終わろうとしております。まあ、思ったよりねあったかかったんで、快適に眠れるんじゃないかなと思います。またね明日総評やっていきますので、よろしくお願いします。ではおはようございます。で会いましょう。おはようございます。朝になりましたね。キャンプ場は静かな朝を迎えました。いやー、やっぱね12号温泉はねすごく安心感のあるキャンプ場でございますね。ちなみにこちらのキャンプ場の風なんですけども、形状的に谷のようになっておりましてね、少し強く吹く印象でございます。土は硬いですが、ペグの固定力はしっかりあるんで、単造ペグなのできっちり固定するのがいいんじゃないかなと思いますね。いやー、やっぱ久しぶりの12号はいいですね。それでは総評やっていきましょう。はい、それでは12号温泉ファミリーキャンプ場総評やっていきたいなと思います。まずこちら通年営業のキャンプ場になっておりまして、冬季もね営業しておるんですが、積雪等がねありますので、しっかりとスタッドレスタイヤの準備が必要じゃないかなと思います。でチェックインが1時、チェックアウトが12時っていうことなんですが、なんとレートチェックアウトがね500円で4時まで可能ということ で、さらにアーリーチェックインに関してはサイトが空いている状態であれば無料ということで、
なんで、まあ、時間制限に関してはね、かなりサービスの効いたキャンプ場じゃないかなと思います。で、選択できるサイトは3種類ございます。まずですね、キャンプ場内入ってすぐ右手に並んでる A サイトですね。こちらの特徴としましては、 S サイトや B サイトエリアと比べた時に全体的なサイズは大きくなっております。表記 8×10 で、さらに駐車スペースが別ということなので、大きめのテント、タープご利用の際はですね、 A サイトが一番いいんじゃないかなと思いますね。で、 A サイトには AQ という独立サイトがございまして、まあ、広いサイトっていうわけではないんですが、他のエリアからね独立してるような感じなので、プライベート感がね欲しい方重視のサイトではないかなと思いますね。そして次に A サイトをまっすぐ行くとある S サイトですね。 S サイトは山沿いのキャンプサイトとなっておりまして、区画は 7×7 車別とかなりコンパクトなサイトではございますが、木陰が多いということでね、夏場なんかは重宝したいサイトでございます。ちなみにこちらにも選択できる S4 というサイトがございまして、山あいのサイトで広々キャンプってなると S4 の選択になるんじゃないかなと思います。そして次にうちが泊まった B サイトですね。キャンプ場内のちょうどど真ん中あたりですねに位置しておりまして、トイレや流し台へのアクセスは B サイトが一番便利じゃないかなっていう距離感でございます。で、まあ場所によってはですね、少しサイトの形が違う場所もあるんですが、まあ、普通の大型ツールームテントでキャンプっていうだけであれば十分な広さかなと思います。そしてこちらサイト定員はそれぞれ5名ということになっておりまして、定員に関してはね少し少なめということになっております。で、お風呂なんですが、こちらシャワー施設等はございません。その代わり温泉がすぐ目の前ということで、しかもその日に限っては入り放題というサービスがついております。で、温泉もねかなり綺麗なので、まあ、ファミリーキャンプにはね嬉しい環境じゃないかなと思います。そしてこちらのキャンプ場、ペットは OK のキャンプ場となっております。そして周辺状況ですね、もちろん温泉がありますので売店等もありまして、レストラン、そして薪販売ですね、もろもろ充実しておるような感じです。ただコンビニは車で2分、スーパーは8分ということで、周辺環境にもかなり恵まれたキャンプ場じゃないかなと思いますね。で、まあ、こちらのキャンプ場のサービスで、他のねキャンプ場になかなかないサービスといえば、キャンプサイト全面に Wi-Fi が通ってるっていうことと、全泊プランっていうのがあるんですね。こちらプラス1000円することで、土日とかやと金曜日の夕方5時からサイトを利用することができて、土日しかねお休みがない方でも金土日と2泊3日のキャンプ気分を味わうことができるっていうことですね。で、もちろんゴミは無料回収していただけます。で、今回うちが支払った一泊料金が5800円ということになりました。まずサイト代が5500円、ここにですね環境協力金が1人当たり100円ずつかかってまいります。で、この料金には電源 1500W 使用できる分も入っておりますので、このキャンプ場の環境とアーリーチェックインの時間のこととかを考えると、かなりコスパのいいキャンプ場じゃないかなと思います。ファミリーにはね間違いなくおすすめできるキャンプ場じゃないかなと思いました。ということで、1年ぶりの12坊温泉でございましたが、やはりいいキャンプ場でございましたね。どうやった、久しぶりの12坊は。もう一泊したい。今日の夜はね豪雨の予定でございます。あ、なんか見つけたね、坊ちゃんは。こちらのキャンプ場はですね、すぐ近くに道路があるんですが、まあ睡眠の妨げになるような感じではなかったですね。朝方になるとね結構交通量は増えるんですが、意識すれば聞こえるかなっていう程度でございました。またねこういった情報とか配信していきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは12坊温泉ファミリーキャンプ場からお送りしました。バイバーイ。